初心者のためのセキュリティ。今回は当初のシステム障害の原因を推測してみようと思います。当初株式会社東京証券取引所は日本取引所グループの子会社で日本最大の証券取引所になります。主に株式や債券の売買取引を行うための施設のことです。2020年10月1日東証の売買システムで障害が発生し、終日取引停止となりました。記者会見がありましたので、その情報と調べた内容をもとに推測してみようと思います。東証で使用されているのはアローヘッドと呼ばれる富士通製のシステムになります。説明によると、総合的なトレーディングプラットフォームということです。2010年1月4日に稼働を開始し、最近では2019年11月5日にバージョンアップしています。会見では市場運営の責任は東証にあると言い切ったのは素晴らしかったと思います。ではシステムの構成を見ていきましょう。おそらくこちらが記者会見で配られた資料だと思います。両現用で運用されている共有ディスク装置1にメモリー故障が発生したことが原因ということです。経済記者さんには難しかったようで、質問が噛み合っていなかったように思えます。詳しい資料を探してみました。2010年の資料ですが、基本思想は大きく変わっていないと思います。もっと詳しい資料を探してみました。このような資料を見つけることができました。負荷分散の仕組みです。これらの資料をもとにシステムの解析をして障害原因を推測してみたいと思います。証券会社からの注文は参加者ゲートウェイで受け付けられ、トレーディングサーバーへ渡すと受付の応答を返す仕組みのようです。相場情報は情報配信ゲートウェイから配信されているようです。会見で出入り口が2つと言っていたのはこういうことなのでしょう。一般的にシステムでは一貫性のある処理を行う際に Q という仕組みが使われます。これは順序性を確保するためのものです。わかりやすく言えばバケツリレー方式です。ここでの Q は証券会社単位で複数分かれているようです。残りも見ていきましょう。全体構成はおそらくこういう仕組みになっていると思います。壊れたのはディスクの1号機です。影響が現れたのは情報配信ゲートウェイと売買監視サーバーです。ここから先は私の推測になりますので、間違っているかもしれませんが解説したいと思います。ディスク装置はどちらもつながった状態で稼働しています。片方が故障しても1台だけでも動作するはずです。しかし今回はこれが切り替わらなかったということです。中途半端に故障した状態だと故障したと判定されずに自動切り替えが正しく働かなくなることがあります。半分死んだ状態というのは稀にあることです。特にメモリ故障であれば時々正しい値を返すような壊れ方をすることもあります。その場合人間の判断で強制的に切り離してあげれば自動切り替えが働くことになります。ただいつでも切り替えて良いわけではありません。よく見ると分業系ネットワークから矢印は注文系ネットワークに向いていません。ではなぜ影響を及ぼしたのでしょうか。7時4分、ディスク1号機が故障。しかし通知が出ても自動切り替えする想定ですので切り替わるのを待つことになると思います。ここから徐々に正常に処理ができなくなっていったのではないでしょうか。ディスク故障に伴い取引記録サーバーの Q を処理できなくなったのではないでしょうか。そのため Q が溢れることになったと思います。ディスクに応答がないので売買監視サーバーにも異常が出始めたと思います。次にトレーディングサーバーから取引記録を送り出す Q の溢れることになると思います。やがてマッチングが正しくできなくなっていくでしょう。一部の情報が更新されないという事象が発生したのではないでしょうか。おそらく情報配信サーバーから得られる情報と売買監視サーバーで見えている情報が異なっていたのだと思います。この頃には分業管理サーバーでもいろいろなエラーが表示されていたと思います。
見えている情報が違うということになると正常に処理されていないということなので止めるのが正解です。取引停止にしたのは被害を拡大させないために適切な対応だったと思います。復旧手順ですが、壊れたディスクを切り離すか復旧させれば Q により順次処理が流れていき正常に戻ると思います。ただし Q から溢れて消失していれば取引情報の復旧は困難になると思います。また完全に復旧できたとしても証券会社のシステムが中途半端な状態からの復旧を正しく処理できるかどうかは分かりません。そういう理由で終日止めたというのも適切だったと思います。今回のまとめです。取引停止などの判断は適切だったと思います。記者会見は適切に分かりやすく説明しており、とても良かったと思います。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。